こんにちは。ロッカーを見に来ました。ちょっとフェスの投票をした後なので、この格好なんですけども、まず自分のロッカーが、はい、ヒレオくんのスタイルがいいロッカーなんですけど、まあ、変えていこうかなって思ったので、変えていきたいと思います。まあ、個人的にはすごい気に入ってて、多分みんなもこれ気に入ってるとは思うんですよ。どうなんだろうな。感想を教えてほしい。ちょっと新しく変えていくからみんなちょっと待っててね。できました。できましたんですけど、ちょっとだけ納得しないんですよね。前に作った自分のロッカーに少しだけ似てまして、まあ、でも、見た目とかは、ちょっとだけ変えてるので、一番、ヒレオさんに褒められた時のロッカーがそのまま、なんだろうな、もうちょいなんかしたくて、そう。これだけだったら足りないじゃないですか。何かアクセントみたいな入れたいなと思ってて、電池ナマズとかね、出してみたんですけど、なんかしっくりこないんですよ。皆さん何がいいと思いますかね、これ。微妙かな？これなんか微妙だよね。ちょっともうちょいさ、なんか別のガラッとさ、変えていこうよ。再試行した結果、箱人間みたいなヒレオさんが出来上がりました。普通に考えたら最初の、ね、魚みたいなのが絶対評価高いと思うんですけど、ふざけたわけじゃないんですよ。なんかこうなっちゃいました。箱人間。箱人間ヒレオさん。僕はこれをヒレオさんに見せていこうかなって思います。どんな反応してくれるか楽しみですね。もう通報されないといいけど。はい、せっかくなのでみんなのロッカーでも見ていきましょう。はい。びっしり整頓されてます。みんなね、ロッカー作るの上手いんですよ。可愛らしい、ほら、いいロッカーがね、書いた後、まあ、イカスをしておきましょうか。うおー、いっぱい入ってる。もうこういうさ、なんかごちゃごちゃ、悪い言い方するとごちゃごちゃだけどさ、しっかり物が整理されてて、俺的にはね、嫌いじゃないんですよね。これとかね。なんか、いつも俺が作ってるロッカーとは全然違うんだろ。いいじゃんね。いろいろ入ってるもん、ほら。すっきりしてるし。いいじゃん。いいじゃん。こういうの、てか下のカジキマグロみたいなの欲しいな、俺も。わー、かわいい。これかわいい。オレンジのクッション。これかわいい。みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。